そして堂原中に行ってここでシュート決めていきました。堂原フィーラー、ここはアタック、そして決めたフィーラー。ポーターのスクリーンを使って堂原からハミルトン、そしてもう一度スリーを打つハミルトン。この辺りの決定力、ハミルトンのスリー決めていきました。ジョーダン・ハミルトン、さあハミルトンのスリー、連続スリーが決まってきているハミルトン、これで西宮逆転。いやー、このハミルトンのスリー見事に決めて西宮が、ハミルトンからポーターで、ここで3決めていきました。谷の3です。できているのは西宮、この谷連続3を決めています。ハミルトンから川島、そしてつないで谷、3は好調だ谷、やはり3はもう今日は西宮です。ハミルトンで、ここで谷のスリー、第4クォーターも谷のスリー。隅田からムール、西川、さあディープスリーは隅田、いやーかなり距離はあったんですが決めきった隅田のディープスリーで、井上で、ここは相手ムール、三沢だ、さあおっと軽やかさりげなくパスを出してムールです。ここはダブルチームで奪いに行く、ただ中、ここは谷だ、チームになるかというところで西の目が今リードの展開、隅田だ、隅田がスリーを決める。カットした、そして徳川のスリー来ました、徳川のスリー。さあ西宮、ここはもう差がいかない、西宮が勝ちました、78対85、佐賀の連勝を12で止めて西宮が大きな